はい、今日はね、僕はね、特別なゲストを用意してるんでございますけども、北九州を代表する、いや、日本を代表するプロボクサー、そしてね、俺、ファンなんですよ、彼の、ベジータ石川君来てもらいました。ベジータです。いや、今日来てありがとうございます。いやいや、ごめんなさい。俺ね、こうやって、なんかこう、会って喋るの初めてやん。あ、初めてです。そうめっちゃ気になってたとこ行ってあって、すごい、パンチドランカーなんちゃうかなと思って。いや、むしろ元々変だったみたいな、どっちかっていうと、全然普通でよかったな、なんか。いやいや、打たれて壊れてるんちゃうかな。いやいや、そんなことない。いやいや、ベジータの衣装も、まあ、自分発信じゃないんだけど。実は違うんで。ドラゴンボールファンではない。いやいや、それはもう好きですよ。ドラゴンボール好きだったんやけども、そのコスプレするまで好きっていうほど、そんなガチな人じゃなかったんですけど、その会長がね、デビュー2戦目で、自分吉本興業にちょっと入ってたことがあって、で、デビュー2戦目で、買ってきまして、ドラゴンボールの衣装を、ドン・キホーテで。1戦目のリングネームは何ですか？ベジータですか？もうそっちでベジータはベジータやったんですよ。でもそういうコスプレとかもせず、そういう意図もなく、野菜屋さんで働いてた。ベジタブル。あ、そういうことない。そうそう。なんで、それでだんだんベジータになっていく。前の前の試合ぐらいからかな、衣装を新調しまして、10万円ぐらいの衣装。10万もすんだよ。10万するんですよ。だってコスプレで売ってる感じじゃないもんね。あ、全然ある、特徴。そうなんや。インドネシアで作ってます。インドネシアから来ましたもん。うわ、めっちゃいいやつなんや。いいやつですよ、あれは。まだ元回収してないんで、回収してファイトマネーって。前回でいいファイトマネーもらったんじゃない？あ、もらいましたよ。まあまあ、結構、っていうぐらい、中古の K ぐらい。いや、なんか、これ絶対いいファイトマネーもらってるやな、みたいな。まあまあ、大体相場が中古の経営なんですよ、自分の相場がね。なんで、まあまあ、それぐらいかな。前回試合見て、いつも思うのが、めっちゃ好きなのがさ、はい、入場するときに、必ず入れないっていう。あれ、そうそう、ネタなんですよ。最初からネタを考えてあれやったの。いやいや、前々回、もう対抗ファイトしかないんですよね、亀田さんの。で、その時にそれして、まあなんか、ね、芸人といえば天丼っていうかね、したら、なんか今後もずっとしていって、あと何戦かしていって、最後の方は面白くなるんじゃないですか、今はそんなあれだけど。俺も思いながら、もう周りにこう、勝手にベジータ石川コラムみたいなの作って、ベジータ石川を勝てる。どうしたらいいのかみたいな。ツイッターとかで。そう。ほんで、なんていうかな、まあ、その根本とすれば、戦績、何戦何勝、何敗？21戦、3勝16敗、2分け、でした。そうやね。まあ、いえば、巻きがめてる、混んでるボクサーで。そうですね。で、日本と海外って違うくて、例えば海外負けが込んでるボクサーも結構人気があって、聞きますね。そうで、人気ある理由とすれば、今回勝つんじゃないのみたいな。今回の人やるんじゃないって見方があったりとか、何々のその何ですか、こう、人気が出る理由がそこにあるんやけども、日本であればその、JBC とかであればもう連敗したらこう引退しなさいとか、ああそうそう、もうこいつ弱いとか扱いされるであって、ただその海外の負けたことでボクサーの価値観っていうのを、もう今ボクシング100年ぐらいあるのかな、日本で初めてベジータ石川が俺作っていってるんじゃないかなと思ってた。勝てないだけですけどね、自分は。ただなんていうかな、その俺はその負けて弱いから出たらいけないっていう、そういうルールないでしょ、ないでしょ、JBC も。だから別に堂々と出るし、なんか、お前出んなよって言われる筋合いもないと思うんですね。まあ、そんな言わないですけど、誰も。で、まあ、自信持って出ますね。なんかでも、前回の試合で思ったのが、まず1点は、子供とかにまあ人気あるやな、みたいな。子供が見て、あれ衣装見てこうね、飛びつくのもあるやろうけども、で、一番印象に残ったのが、むちゃくちゃいい試合だったよね。
あー、ヒロキンみたいな。1000、まあ、1ラウンドやった時になんか俺が知ってるベジータ石川の目あったのは、2ラウンドを境に顔つき変わって、うん、で、周りのメンバーにあれ、やるんじゃねえかなちょっと顔つき変わったぞって、うん、そう、なんか言いかかるけどこう、巻き役的な感じなベジータ石川の顔が急に変わって、うんうん、でパンチ合わせるようになってで、何やったらいい場面バン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 作っていきだしてで、パンチもいいね、いい角度が入っていって、一発は当たれば、KO できるぞみたいな、見る側はワクワクするし、そう、あれはね、相当夢と希望があったというか、うで、周りの人間も、俺一緒に行ってる人間も、なんか、めっちゃ楽しんでた。あ、そうですか。おお、ありがたい。やっぱ、子供にあんだけファンがおって、今、やっぱベジータ石川って、ファンが一気にバー増えていってると思うよ。あ、確かに、うん、いや本当ですよ、うん、そうなんですよ。ただあの一回引退したんですよね、高田くんに負けて、うん、前々回の試合 でそれでやる。ああそうや、うん、で俺なんかそれ来た時になんかツイッターで見て会ったこともないのになんか感極まって お疲れ様でしたみたいなそうそう、いやそれでね、ツイッターでこうなんかハートマークいいねみたいなのがいっぱいついたから、うん、もうこんな見られてたんやって初めてそこで自分、まあ、今までの10年間自分のオナニーにやったやつ、あ、まあそうだね、自分のオナニーでしてて自分は気持ちいいから、うん、出るのが好きだから、うん、それでずっとしてたんだけど、まあ、今度からこれからはそのファンがいるっていうことを初めて知ったんで、ファンのためにちょっと試合もっと面白い試合をしていこうかな、うん、俺でもね、うん、まあ俺、まあ、ボクシングの世界ずっとおりながら、まあ、ここを直せば、ここをこうせば、合わせば、もっと強くなるんじゃないかなっていう、でも俺だけじゃなくて、なんかいろんな人間がその、なんていうかな、夢を持たせてくれるというか、でそこが、まあ、潜在能力もあるから、左フックのタイミング、めっちゃ良かったし、うん、やっぱそう10年間の、うん、その蓄積、うん、やっぱ。ね、いろんな経験、もう本当それこそ解説の人が言ったバレンさんが言ってたけど、経験値が自分の知らないところでやっぱりついてたのかなって、ね、あるね、うん、ベジータ石川に対しての俺そのファンがいっぱいおる中で、やっぱ子供がその、まあ、ベジータという衣装着てるとかあると思うけども、うん、まあ、それ以外のこの俺ファンというのは、うん、なんていうかサラリーマン層というか、あ、はいはい、俺は思うね、まあ、どこの世界もそうやけども、こう上に登れるやつごくわずか、うんうん、それはサラリーマンの世界にしても企業の世界にしてもどんな世界にしてもごくわずかで、まあ、言えばあるけども7割8割っていうのは負け役なわけやんか、うん、でもその負け役が負け役のだけで終わっていくんではなくて夢を持たせれる、うん、でそれがやっぱ、その先があるとか、うんうん、俺はこのなんていうか良くも悪くも、うん、その人たち日本の支えている根本の、7割8割の人たちの代表として、うん、俺は次戦ってほしいなと思ってて、前回の諦めない姿ってめっちゃすごく良くて、うん、自分はボクシングを何のためにしてるかっていうと、本当にさっき言ってたみたいに自分のためにしてたんですけど、オナニーでチーでしてたんですけど、まあそのある人から誰かのために戦うっていうのがやっぱり力になるっていうことは言われたことがあって、ああ確かにそうやな、でも嫁さんもね、あんまりその頑張ってとは言ってくれないです、危ないからね、もうやめてくれみたいな方向なんですけど、まあ、自分はやりたい、ボクシングを、そういうやっぱりあれもあって、ほんで続けてるんですけど、今エラさんが言ったみたいにその負け役で呼ばれることあるんです、もうたそれがほぼ、まあ、鴨瀬のタイ人呼ぶよりも安いですからね、自分を呼んだ方が、でもそのなんていうかな、分かんないじゃないですかボクシングで一発入れば、俺だってパンチ打つんだから、だからその宝くじ当たるよりも俺のパンチ当たる方が当てやすいはずなんですよ、宝くじ一発当たる、前回本当に惜しかったし、うん、まあ
スロースターターなんかなと思ってんやん、うん、高田戦の時はもう行く前からもう疲れてもうだから、そうそう、あれあのドンピシャで完璧なのモーションないパンチ入れられて、うん、あれ技術的なもんにしてもすごく彼はすごかったと思う、うんうん、ただ今後に関して言えば俺はまあ全然あるのよ、うん、普通のボクサー勝つよりはベジータ石川勝つことの方が何十倍も感動するというか、それを見たい人めっちゃ言ってると思う。負け役が、うん、あのまあ石川を支えてるっていう話だったんですけど、やっぱり、ね、まあ、自分は支えてもないし、その自分はその負けたことによってその JBC ボクシングカーを支えてもないんですけど、こんだけ負けても負けてても頑張ればあの勝てる、毎日練習して36ですけど、仕事しながら練習して、仕事土木作業員なんで6時に終わって帰ってで練習して、9時まで練習して、でお家帰ってご飯食べて寝る、この生活もう言うたらこういうことをしてない人にしたら地獄ですよね。地獄でしかない。そうやね。トレーニング、このトレーニングきつい。地獄。落ちたら、おったらもう厳しいよね。いやいや、厳しい。家族サービスもできないしね。地獄はあのペット、ウサギ2と猫3飼ってるんで。そうかな。金かかるし。いやいや、金かかるし。働かないかんし、残業せないかんし。で、残業とかあるでしょ、仕事だったら。ね、8時、9時になっても。ただそういう日はロードワークだけするとか、夜中5キロ、ね、10キロ走ったりとか、地獄ですよね、地獄、うん、地獄だけど、そこであのリングでね、勝つことによって全てがこう報われるというか、うん、よかった、あんな地獄を味わってよかったって思うのを3回も経験したんです、俺は3回も。だからやっぱ癖になってね、もう一回もう一回そういうのを味わいたいなっていうのがあって、うん、だからそうみんな世のお父さん、自分も娘がおってあれ、世のお父さんたちもそういう思いで頑張るわけですよ、残業とか。俺よりも地獄と思いますよ、そういうね働いてる人とかも。でもやっぱりそこに娘がね一等賞を取ったとか、なんかの大会に勝てたとか、ね、それじゃなくても、まあ、普通に平和に、日常暮らせて旅行行けたとか、そういうののために頑張るわけじゃないですか、仕事を。だから私もそういう人を勇気づけたいっていうか、そのおこがましいけど、いやー全然あると思う。俺はね、いうのはおこがましいんだけど、全員が勝てるわけじゃないから、うん、まあ、どの世界でも民主主義とか資本主義とか、特にやっぱ勝ち残る人間がおって、そうじゃない人っていうのがおって、みんなやっぱ頑張って今勝ちたい勝ちたいと思っているのも、まあ、勝たせてくれない、勝てないっていう中で、俺はあえてその代表として次やっぱりリング上がってほしいなっていう。そう、うん、自分一人でも、うん、その自分が勝って、うん、あすごい、あ頑張ろうって、うん、あいつが頑張ってないで頑張ろうってなったら、なるね、うん、なったら、うん、俺の勝ちかな。いや、俺の僕前回は本当に熱い気持ちさせられて、俺我慢できへんかったら来て思ったけど、ほんまに我慢できへん、うん、最後までリングで戦って、ね、勝てば勝ちですよ、うん、そうやね、リング上がるって本当すごいと思うね。でもまあなんとか、うん、その日本を代表して、うん、俺は戦ってほしいと思う。いや、ありがたい、うん、まあそんな感じです、はい、なんか最後一言お願いします。次の試合は、いや次の試合はね、ちょっとここはダメなんだ。ベジタ君今何歳？36、引退37やもんね。JBC って旦那が37歳で、もうよくできてまだ3戦で、次の試合が KO 負けならば、うん、引退勧告でもう引退してくださいってことになるんで、次は頑張ってます、頑張ります、ロードワークしてますんで毎日、はい、
絶対勝ってあとね37まで自分のオーナーに続けたい。俺は残る3戦は3戦3勝3 KO、うん、で終わってほしいと思う、うん、でなんかあいつもしかしてめっちゃ強かったんじゃんみたいな感じで押し込まれて引退してほしい。全部4回戦でね、うん、あえて上がらず、うん、こう。ああ、そうか。あと1勝しても上がれんのか。あ、もうお前6でいけるんか今。6でいけるけど、もう一回やってるもんね。もう一回勝ってくださいって言われるんだけど、うんうん、あえてそこの土俵に、うん、本当乗らずに。まあでも俺どこでもいいと思う。ただあれね、最後はあいつ本当は強かったんじゃない説で終わりたいと思いますんで。まあ夢をね、熱くなったところで俺も頑張ろうっていうことで終わりたいと。そういうことで今日はね、最後に一言お願いします。そう、自分のオナニーに付き合ってください。ブリッジブリッジ今日は、ブリッジさん石川君に来てもらいました。ありがとうございました。